主なる君こそ誠の主なる褒めよイエスを我らの神を万事続けし平の努力虚しかりき I'm not
勝利した神であると称されます。あなた方の目を
目の前に許されているこの世の事柄にから天に目を向けて永遠に目を向けなさい。私の勝利はすでに与えられており、私が解決できない問題が何かあるだろうかと主は仰されます。私に目を向けなさい。あなたに理解できなくても、あなたに分からなくても、私はあなたの理解を超え、思いを超えて働く神であると主は仰います。それで賛美の声を上げなさい。喜びの声を上げなさい。感謝の声を上げなさい。私はその声を通して、その信仰を通して、私の技を、私の恵みを、私の祝福を豊かに表していこうと主は仰います。死に誓って蘇った私があなたに勝利の人生を、祝福の人生を開いていきます。目に見えるマイナスに心を奪われることなく、喜びの声を上げ続けなさい。私はさらに高な祝福をあなたに表そうと主は仰されます。70倍イエスと語られたこの神の十字架の愛にすがりなさいと主は言われます。あなた方は何度でも、幾度も、何度も何度も私の前に来なさい。私はこの十字架の愛を持ってあなたを許し、あなたを満たし、あなたを新しくしようと主は言われます。恐れてはいけません。私があなたを共にいると主は仰います。私は決してあなたを捨てず見放さない。私はあなたを忘れても私はあなたを忘れない。私はあなたに手を伸ばし、あなたを引き戻し、あなたのうちに私の持っている計画を全うしていこうと主は仰います。恐れてはいけません。あなたはこの恐れる結果、多くのものから引き解いてしまいました。恐れてはならない。私が一緒にいる。私と共に進みなさい。私はあなたを勝利へと導き、私の用意した栄光へと導いていこう。やがてこの地の人生を終わるときが来ます。その時後悔することのないように、あなたの頃を、あなたの時間を永遠に向け、永遠のために用いなさいと主は仰されます。一羽のスズメさえも主は心に留められてる。なしてあなたへの愛、深く計り知れない。ありのまま、
キリストの愛を、キリストの恵みを、キリストの癒しを分かち合っていきなさい。伝えていきなさい。時が変わったことを覚えなさい。私はこれからあなたの愛する家族の中に、あなたの愛する友人たちの中に、あなたが使わされている職場や学校、あなたが置かれている地域や家庭、そこに永遠の命の祝福を表し、また私の愛と恵みを表していこう。私は壊れたものを回復する神、十字架によって癒し、許し、清め、復活によって完全な回復と勝利を与えた神、その恵みを具体的に表していこう。恐れずに信仰を持って踏み出しなさい。あなたが唇を開くとき、私が働き、あなたが手を置いて祈るとき、私が働こう。救うのは私、癒すのは私、助けるのは私である。あなたを恐れずに信仰の足を持って踏み出しなさい。そのとき大いなることが始まると主は仰せられます。あなたの残る生涯を、この限られた人生を、この神に明け渡していきなさいと主は言います。この永遠に価値あることのために用いていきなさい。その人生が終わるときに、この虚しさが残ることがないように、この充実した本来の人生を歩むことができるように、このあなたの残る生涯を神に明け渡していきなさいと主は言います。人には解決できない問題がいくつもあります。しかし神には可能は何一つありません。私は死に誓った神、私のところに来なさい。私は人の心を溶かし、人の心を癒し、人の体を癒し、人の人生を回復している神である。本来あるべき永遠の価値の中に、私はその人を回復し取り戻す神である。あなたが私にすがり、私に求めるなら、あなたのうちに、あなたの愛する者のうちに癒しと奇跡と回復が始まります。求めなさい。私に期待してもっと大胆に求めなさい。私はあなたの祈りに応え、私の御手を伸ばしていこうと主は仰せられます。
しない私に命を、そして喜びを、天にある希望を祝福を与えてくださって、あなたはこの地上で私に用意された祝福の全てを受け取ることができるように、どうぞ御言葉を通して私の信仰やしない導いてくださることをお願いいたします。天皇様、おた兄弟が昨日天に戻られたことを感謝いたします。父様、どうか祈ります。彼が願うは父の神様、あなたに不可能がありません。彼の霊が今、父様、体を離れましたけれども、神様、あなたが良しとされるならどうかもう一度この肉体に戻してくださって、おた兄弟がそれを願うならば、この地上に戻ってきて、もう一度奇跡を起こしてくださって、彼がこの地上で生きることができるようにどうぞ導いてください。父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。イエス・キリストによって命じます。おたまさの兄弟の霊を、おた兄弟のこの肉体に戻ってこい。イエス・キリストの名によって、おた兄弟の霊をイエス・キリストと命じる。おたまさん兄弟の体に戻ってこい、戻ってこい、戻ってこい。父様、どうかあなたが憐れみを持って兄弟を生かしてください。あなたの血の力を持って兄弟に奇跡を起こしてください。アフリカの地で今驚くような奇跡が次々起こっております。この地でもあなたがどうぞ豊かに表してください。イエス・キリストの名によって、おたまさん兄弟の霊を、おた兄弟のこの地上の肉体に戻ってこい、戻ってこい、戻ってこい、戻ってこい。イエス・キリストの名によって、おた兄弟の霊をこの地上の体に持ってこい。おた兄弟を生き返れ、生き返れ、生き返れ、生き返れ。イエス様の名前で生き返れ、生き返れ、生き返れ。イエス様、ありがとうございます。イエス様、あなたは最善しかなさいませんから、イエス様、あなたは今兄弟をあなたのもとに戻されて、イエス様、もう一度の人生はいいと今言ってらっしゃるんだと思いますから、感謝します。でもまだ諦めません。彼ら様、この地上の体が焼かれるまで私たちは諦めないで求めます。でも、おた兄弟が一番願っている通りにしてあげてください。父様、本当に感謝します。あなたのもとに行って間違いなく、この地上より幸せな場所に、罪も、そしてサタンも、死も涙も悲しみもない場所に彼が行ったことをありがとうございます。彼の霊が今そこで、先に帰った人たちと共に、主のもとにあることをありがとうございます。そして共にこの礼拝を、天で成していることをありがとうございます。本当にありがとうございます。感謝します。今から御言葉を取り継ぎますが、聖霊様が働いてくださって、御言葉を通してどうぞ天ということがもっと深く正しく開かれるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。一緒に感謝をしたいと思います。ありがとうございます。お祈りください。